半年で外国語をマスターする方法 Hey guys, it's Yumi from English Bootcamp. みなさんこんにちは。EnglishBootcamp の Yumi です。今日はですね、非常に興味深い、えー、お話を、ね、したいと思っています。それは何かと言いますと、How to learn any language in six months という TED テ,、ねね、テッドねあのいろんなプロフェッショナルな人たちがこうステージでねトークするっていうねあのサイトがありますよね。これは英語学習者にとってもねこのリスニングとかねオーバーラッピングの練習に非常に、ね、役に立つとてもいいサイトなんですが。 こちらで,です、ね、Chris さんっていう方この方ニュージーランドの方なんですけれどもこの方がですね半年あればどんな外国語でもマスターできるよというお話をしてるんですよ。でリンクはね下の概要欄に貼ってますのでね中級以上ぐらいのね学習者の方はねぜひねあの元のね動画をねご覧になっていただければと思います。でなかなかね長い20分ぐらいのね動画で えー、お話もねなかなか難しいのでそれを今回ね、えー、こちらのチャンネルでちょっとねまとめてようやくしてねお話ししようかなと思ってるんですね。で、まあ、クリスさんはもともと言語学者で心理学者でなおかつまあ起業家っていうすごい産業あふれる方なんですけれどもで、まあ、この方もちろんニュージーランド人なので英語がネイティブです。 で英語がネイティブの方が、まあ、中国に行って半年間で中国語をマスターしたっていう2年間でほぼネイティブレベルになったっていうことなんですけれども、まあ、私たち日本人が外国語を習得するにあたって同じっていうわけにはいかないなって私は個人的に思ってます。もうここにね私のプロフィールちょっとを出してますけれども、まあ、30年ぐらいねずっとね英語を教えてきてるんですね。 で日本人だけではなくてアアジ人人とかヨーロッパ人にも英語を教えてきましたでそういう経験からねやっぱり日本語ネイティブってちょっと外国語を習得するにあたっていろんな意味で他の人たちとは違うなっていうのがあるのでその私のね一応この経験も加味しつつこのクリス・ドーンズデールさんのお話をしていこうかなと思っています。 でですね、まあ私のプロフィールさっきね、ちょっと紹介しましたけれども、えー、一応英語のね、発音コーチをしておりまして、発音本ね、後ろに出しておりますね。あそ、あれがね、一冊ありますけれども、これ以外にもですね、えー、動画視聴講座だったり、オンライン講座、コーチング、ものものいろいろね、やっておりますので、えー、私の講座に関してね、興味のある方は、下の概要欄をね、チェックしていただければと思います。では早速ですね、ちょっと 今回のね、動画は長くなるかもしれないですけれども、えー、ぜひねあの、参考にしていただきたいので、最後までお付き合いくださいね。まずですね、まあ、クリスさんがおっしゃっているのはですね、えー、この半年でどんな言語でも、まあ、こうマスターするためにはですね、5, principles of rapid language acquisition. 5つの法則。早く言語をマスターするための5つの法則があると。それから、7 actions for rapid language acquisition。 同じくですね、7つの行動です。素早く言語を、外国語を習得するための7つの行動。なので、5つの法則と7つの行動があるよ。とそれをすれば、誰でも、どんな状況においてでも、半年間で外国語がマスターできる。 ほんまかいなっていう話なんですけれども、ええー、まあでも、7割ぐらいは本当だなというふうに思います。あとの3割は日本人の場合ちょっと難しいかもって私が個人的に思っているところです。そのあたりもね、えー、お話ししていきますね。LINE 登録してね。無料動画も配布中です。詳しくは下の概要欄からどうぞ。まずですね、だだだだっとね、5つの法則先にね、言っちゃいますね。1つ目ですね、Focus on language content that is relevant to you. 自分に関係がある内容に集中する。二つ目。学習の初日からコミュニケーションツールとしてその言語を活用する。で、三つ目ですね。言葉がわからなくてもメッセージが理解できたらいつの間にか言葉もわかるようになる。 なので知識ではなくて、まあ、理解する能力っていう感じですかね。四つ目です。フィジオロジカルトレーニング。表情筋の訓練。それから五つ目。サイコフィジオロジカルステイトマターズ。心理状態が重要というね。この五つのプリンセプルズですね。 で一つ目から順番にね、えー、お話ししていきますとまずね自分に関係がある内容をやれとこれよく聞きますでしょ外国語をやるときに自分が興味がないことっていうのは覚えられないだから自分が興味があることを集中してやりなさいということなんですけどこのねクリスさんのねこのエピソードが面白いんですけれども人っていうのは切羽詰まらないとなかなか何事もできないとで例えば森を歩いていると。 そうすると木にね、なんかこんな木の皮がこうめくれてるのを見るんですよ。見つけるんですよ。で、なんだろうみたいな感じで。その時なんとも思わずに歩いていったら、今度はなんか大きな獣の足跡があるんですよ。えって思ったら、もう目の前に熊がいた、みたいな。で、ああっていうね。で、一度そういう怖い思いをすると、まあ、今度からはこう木、木にこういうなんか、 爪痕とかがあったらあこの辺にクマが出るかもっていうふうに気づくようになっていくっていうね脳がそういうふうになっていくっていうね <laughs> 命の危機にさらされるとで同じようなエピソードで中国語のタイピングをね、えー、やらなきゃいけないんだけども全然マスターできない人がいたでも緊急にね中国語のマニュアルを48時間以内に作らなきゃいけないっていうことになったらいつの間にか48時間後にはタイピングができるようになってたでどちらのエピソードも結局必要に迫られると ややらざるるを得なくなくっってやるっていう、ね、で、まあ、似たような感じでね、ダイエットとかも同じことが言えるんですけど、こう、痩せる、痩せたい、痩せたいって言ってても、なかなか痩せられなくても、もう、これ、痩せないと死ぬよってね、あの、お医者さんに言われたら痩せられるじゃないですか。なので、人っていうのは、何か切羽詰まると、学習が進むっていうね。なので、r e バンっていう言い方をしてますけれども、もうちょっと踏み込んで、切羽詰まったらってことですね、これね。 e v バントぐらいだとね、なかなか難しいなと思います。例えば仕事で必要だから。これ、e v バントじゃないですか。自分の仕事で必要って言っても。それぐらいでは、あの、なかなかあの上達しないかなと思います。例えばこの英語ができないと収入が来,来年から10分の1になりますとかって言われたら多分、l e v バントですね。そんな感じですね。で、二つ目ですね、もう初日からあの使えってことなんですね、その言葉を。 で、これは、このクリスさんが中国に行って、二日目に、中国人家族と一晩中ね、なんか、こう、夜行列車か何かで乗り合わせて、で、ずっとそこで、その人たちと話をしなきゃいけない状態になったと。そしたら、なんとなく話せるようになっていったっていうね。なので、もう一日目からとにかく使えと。で、これもね、 なかなか日本人には難しいかなという気がします。使うってどこでっていうね、話になってくるのでね。まあ、とりあえず三つ目行きましょうね。え、三つ目はですね、二つ目と関係してるんですけれども、こう、言葉自体がわからなくても、こう、相手の伝えようとしてるメッセージがわかってくると、だんだん後から言葉がついてくる。知識をこう詰め込むのではなくて、あくまでもコミュニケーションとして相手が何を言ってるのかっていうことを、こう、一生懸命 こう、理解しようとするうちに後から知識はついてくるよっていう感じですね。なのでえ、これもね、ちょっと日本人にはなかなかハードルが高いかもってちょっと個人的に思いました。で、え4つ目ですね、えー、これは誰でもできます。表情筋の訓練ですね。えー、こう顔のここら辺の筋肉ですね。これの訓練をしましょうっていうことですね。 で最後ですね、えー、リラックスした状態が大事ですよっていうねこの「Psycho-physiological State Matters」っていうふうにね言ってますねとにかくこうなんて言ってんだろうなんて言ってるんだろうっていう感じでうーってこうね過敏になりすぎるとダメだっていう,こうリラックスして、ね、で何を言ってるのかよく分かんないけれどもとりあえずまあ,あの焦らずにこうついていこうみたいなねそういう心の余裕ですね でこれは非常に重要なんですけれどもこう焦るとねやっぱりダメなんですよ。うん。あの焦るとこう体中がね緊張するんですよねで。脳も緊張するんですよね。なので受け入れられな,れられなくなってくる。なので学校でね英語というのを受験のための教科として結構緊張して学習してきたと思うんですよ日本人って。そうするとね余計にこのね Rapid Language Acquisition という意味ではあダメなんですね。 この5つのね、プリンスポーズですねえ。これがまずありますよということです。じゃあ具体的にそれをもとにして何をすればいいかというところで、7アクションっというのをこのクリスさんが唱えています。発音特化の英語コーチングプログラム、発音ブートキャンプのお知らせです。 20万人の日本人英語学習者をサポートしてきたフラミンゴさんと私、イングリッシュブートキャンプのユミがコラボした4ヶ月間のマンツーマンのコーチングプログラムになります。えー、無料カウンセリングをね、実施しておりますので、興味のある方はぜひ下の概要欄をチェックしてくださいね。で、a アクションズですね。何かというとね、またダダダダと7つ最初に言いますね。1つ目は、Listen a lot、たくさん聞く。2つ目は、 focus on getting the meaning first before the words 単語より全体の意味にフォーカスする。三つ目は start mixing 単語を混ぜよう。四つ目が focus on the core 核となる単語にフォーカス。で、五つ目が get a language parent 言葉の親のような存在を見つけなさい。六つ目ですね copy the face 顔を真似る。 で、七つ目が Direct Connect to Mental Images 心。心の中のイメージにダイレクトにつなげるっていう、ね。これが七つのアクションですね。一つ目から行きますが、一つ目もわかりやすいですね。Listen a lot。とにかくたくさん聞けと。多聴ですね。たくさん聞く。ですね。 やっぱり聞かないと音にはなれないですかこれはもうね、あの、誰しもうんうんって感じですね。で、これはできると思います。今は昔と違って、ネットもありますし、家の中ずっと英語だけの環境にしようと思えばできますのでね。なので、これはできるかなと思います。で、二つ目ですね、えー、単語ではなくて全体にフォーカスしてください。とにかくメッセージが何かということを理解しようとするということですね。で、相手がね、 何を言ってるのかよくわかんなくても、その相手の表情とかボディーラングジとか見て、で、自分もボディーラングジを使ってなんとかコミュニケーションを取るっていうね。細かい単語とかにいちいち囚われないっていうことですね。伝える、理解するっていうことをフォーカスするっていうことです。で、これね、あの、 簡単なようでいてね、難しいんですよ。なぜかというと、やっぱり学校でね、日本人の場合、こう文法をやって単語を覚えてっていうのをやってきてるので、それが語学のこう習得の方法だと思っているので、完璧にちゃんと文章が作れないと話すの嫌なんですよね。嫌だっていう方が多いです。うん。何でもいいから、もう手振り身振りでも単語だけで こうコミュニケーションを取ろうとかっていうことが心理的にできないという方が結構多いんですよ。でもこれやらないとあの語学ってね上達しないんですね。で3つ目の start mixing っていうのはこれもね関連してるんですが、えー、名詞が10個動詞が10個形容詞が10個あったとしたらこれを掛け合わせれば1000通りの表現ができるっていうふうに、ね、クリスさん言ってるんですよ。まさにその通りです。ででねなので あの基基基本本本名詞基本動詞詞動形容詞これを適当に混ぜながらもう何でもいいから身振り手振りで伝えるっていうことをやればいいんですけどこれそれができない心理的にねなんか間違ったら嫌だと思う方が結構多いのでここら辺がやっぱりね日本人英語学習者のネックになってるなっっててる私はすすごく感じますで4つ目ですね核となる単語にフォーカスですね。 でこのおさっきね先頭理の表現ができるっていうふうに言いましたけれどもまずは英語の場合ね戦後でだいたい日常会話の85%がカバーできるとで3000語で98%カバーできるとねっていうふうにクリスさんが言ってますで3000語ってね多分まあ大学受験レベルの単語力だと思いますなのでほぼほぼ日本人の あの、受験勉強とかしてきた方であれば、3000語の単語っていうのは皆さんに、ね、知ってるんですよ。うん。なので、あの、理屈で言えばじゃあ98%カバーできてることになるんですけれども、ただやっぱりちゃんと使えてない。ここですよね。で、どうやって使っていけばいいかというと、えー、クリスさんが言うには、一周目はまず、toolbox って言ってます。道具箱。とにかく、基本的なフレーズだけを使えと。えー、what is this? これ何 How do you say? なんて言うの ?I don't understand ちょっと理解できませんっていうこういう基本的なフレーズをとりあえず使いながら、ね、これでなんとか切り抜けていくのが1週目2週目3週目に入ってくると今度は基本的な代名詞動詞形容詞これを使ってなん、えー、とかコミュニケーションを取る例えば you とか that とか me とか give hot ですね、えー、こういったようなものを混ぜながらもう 文章自体はむちゃくちゃでもいいのでとにかく間違えても何でもいいから話せということです話しているうちにだんだんなんとかなってくるということですねで、4週目はそれに接続詞をつけていく Blue words って言ってます But and とか Even n o w とかって言ったような接続詞をこう入れてつなげて文章を話していくですねなので基本 私もね、以前から言ってますように、英語はとにかく SV、SV で、えー、つなげていけばいいんです。もうそれだけでいいんです、最初は。SV、SV、SV、SV です。で、慣れてきたら SV&SV みたいな。っていうふうにつなげていく。これをやっていくうちに、えー、だん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 、こなれていくってことですね。で、えー、5つ目のね、この Language Parent。 親ですね。親のような存在を見つける。これがね、一番難しいかなと個人的に思います。で、親の条件はどういうものかというと、ネイティブの人ですよ。ね、ネイティブの人で、えー、あなたの言うことを理解してくれて、で二つ目はあなたの間違いを正そうとしない。で、三つ目があ、正しい表現を使いながらあなたが言ったことを確認してくれる。で、最後はあなたが知っている 言葉をを使って話をして話しくれるこの4つが揃ってるのが Language Parent なんですねそれってすごくよくできた英語の先生だよねっていうねあの先生でさえこの条件あの持ち合わせてない人結構いるので、うん、なのでねこれ難しいと思います。 で仲のいい人です仲のいいネイティブの人であのこっちが分かるような言葉でゆっくり話してくれてでこっちが間違えてもあそこ今の間違ってたよとかって指摘するんじゃなくてそれってこういうことよねって正しい文章で言ってくれるそうするとあさっき私こういうふうに言ったけどあこれが正しい言い方なんだっていうふうにだんだんこっちが気づいていくんですよでそうやっていくうちにあこの人とは話しやすいなと思って え、どんどん話すようになっていくんですね。で、上達していくんですよ。で、よくあのアメリカ人とかの恋人ができると言葉が上達が早いとかって言うじゃないですかね。よくだから、やっぱりあの外国人の彼氏とかがいる。女の子ってあっという間に上達するんですよね。<laughs> 私留学してた時もそうですけれどもね。あの急に英語上手くなったなっていう人でだいたいそうなんです。彼氏ができたみたいな。それは何でかって言うと、やっぱり相手はほら。 で好きだから我慢して聞いてくれるじゃないですか。で分かりやすく話してくれるし。うん、なのでそういう人が見つかるとうまくなります。私の場合はやっぱりルームメートですね。ルームメートがそういう感じの子だったので、あのー、ラッキーだったっていうのがあります。この親のような存在を見つけるのはねなかなか大変かなとちょっと思いますね。で、えー、6番と7番はね普段からね日本人学習者もやってることだと思います。あのピー the face って顔を真似る えー、見ながら同じようなあこう表情を作って表情筋を鍛えていくこれも発音練習ですね、うん、私のチャンネルをね見てくださっている方はあの普段からやってると思います発音練習口の形この筋肉の動きを見て真似るですねそれから7つ目のダイレクトにイメージするですねこれも皆さん多分やってると思うんですよ例えばあのこのクリスさんが説明してたのは火の炎のね 写真を見た時に「あ火だな」って日本語で思ってから「火、えー」は英語で「FIRE」っていうふうに思うのではなく「火」という映像を見た瞬間に「FIRE」ってううに英語で思うっていうそのダイレクトにつなげていくっていうねこういう訓練もまあ多分あの英語をね学習してる方は日頃からやってらっしゃると思います。なので このあたりはね、多分できると思うんです。だから一番目のたくさん聞くとか、それから六番目、七番目ですよね、えー、発音練習、口の動きを見て真似るとか、ダイレクトにイメージを使って、えー、こう英語でね、考えていくっていうそういう訓練ですよね。この辺はできると思うんですけれどもこう、実際に使いながら、間違えてもいいから、何でもいいから簡単な単語をつなげていって、 でそれでどんどんん会話するっていうね、えー、これがねやっぱり日本人の,その文化といいますかねメンタル的にとてもねハードルが高いと思うんですねでもここが重要なんですよ2345ってそれなんですね全部でこの7アクションズのうちの こう半分以上がやっぱり日本人にとってちょっとメンタルバリアーとしてね、大きくのしかかってくるものだったりするので、これがやっぱりね、難しいとこかなと思うんですね。で、メンタルバリアーを打ち破る。これがやっぱりね、あの日本人にはねあの、一番こう大変だけれども、ここを乗り越えると一気に本当に半年ぐらいでバーって上達します。で、実際に英語以外の言語をやってらっしゃる方、 何でもいいです。中国語でも、スペイン語でも、韓国語でも何でもいいんですけれども、お他のね、外国語を習い始めた方は何となく分かると思うんですよお。やってるうちに半年ぐらいでそこそこあの話せるようになったりしませんかねあの。それなりに基本的なちょっとしたあのやり取りはできるとかあのこう、テレビとかを見てても、 なななんんととく理解でででできるるぐらいまでに半年でなると思うんですねあの英語以外の言語だと。それはなななぜかかというと、ね、メンタルバリアがないからなんですよでその言語を使える人と仲良くなりたいとかっていうのでどんどん仲良くなってどんどん覚えた、ね、表現を使っていくと思うんですね。これが韓国語とかスペイン語とかだったら。でちょっと通じたら「あやった!」と思ってどん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 喋っていくっていうことをすると思うんですけど英語になるとなぜかね ってなる方が多いんですよ。ちゃんとした文章で、あの、間違わずに言わなきゃ、みたいな。初間違えたら恥ずかしいから、とか。で、そこを乗り越えられるかどうかです。それがね、乗り越えられると、本当に誰でもね、半年でかなり上達しますで。ネイティブレベルになるのはね、その人の持って生まれた資質とかも関係してくるので、必ずしもね、みんながみんなっていうのはね、難しいかなと思うんですけれども、 まあこのクリスさんはねあの2年間でネイティブレベルになったっていうふうにねご本人おっしゃってるんですけれどもでもまあ半年あれば確かに。 これだけのアクションを起こせば上達すると思います。で、メンタルバリアをね、取る方法っていうのを私他の動画でね、解説してますのでね、ぜひそちらを参考にしていただいて、このね、2、3、4、5ですね、ここを頑張ってね、クリアしましょう。で、親のような存在っていうのはなかなか見つけるの難しいと思うんですけれども、積極的にいろんなミートアップとかに出かけていって、インターナショナルパーティーとかイベントとかがあればね、そろそろもうね、コロナも あのこの春から第5類になりますしもうね普通に今まで通りの生活が戻ってくると思うのでどんどん出かけていって友達を作って、えー、こういう感じの 条件に合いそうな人がいたらその人と仲良くするっていうのをね、やってみてください。ぜひぜひね、えー、これを参考にして、今後のね、英語学習ね、えー、励みにしていただければと思います。えー、では今回の動画が役に立って面白かったっていう方はぜひ高評価ボタンをお願いします。それから感想等をね、コメント欄にいただけると励みになります。まだチャンネル登録してないという方もぜひ登録していただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。See you!